おはようございます、カイチです。皆さんお帰りなさい。今回は EX の、剣の試練ですね。これをやっていきます。で、面白いなと思ったのがこれ、アイテム本当にすっからかんなんですよ。こっからスタートするんで、あの目の前に敵いるんですけど、裸一貫で勝負しなきゃいけないと。まあもちろんこれはあるんですけどね、この辺使って倒さなきゃいけない。で、いつも忍びの服使ってるから、その感覚でいくとすぐバレるっていうね。おりゃ、敵よりも早く拾って殴る。いた。あ、このね、ハートがマジで大事だから。いや、どいつ作ろうと。わかんない、もうちょっとやめとこ。だいぶ慎重になった方がいいね。てかハートやば。引き継げるものはこの頑張りゲージとハートぐらいなんで、これをちゃんと逃してから挑戦しろよっていうことだと思うんですよね。地下2階っていうことで、こういう感じでこう地下に潜っていくんですよ。このね、風雷の試練的な要素がね、面白い。もういっちゃおう、もうバレてもいいわ。ほい。で、もやしの上にキーの突っ込みの、やばい、後ろの子がやばい。半分いってるよね。あかん、もうこれ失敗だな。もちろんこっちはね、弓もないし。よいしょ、これで弓ゲッチかな。矢がないっていうね。ん、何持ってたんだろう。攻撃しようとしてこなかったな。しょぼい弓しかない。まあないよりはいいか。まあ行くか。さあ3階、スライム君だ。しながら転がってるね。うりゃ。よし。さあさあ。さあさあ。ん？いきなりバレたぞ。どれにバレた？多分このレベルだとまだ爆弾一発で死んでくれるからありがたいな。よっ、ほら、もうクラシックスタイルでいこう。木の枝はさすがに難しい。お、青いのが来た。
よ。いや、オッケー。おー、やばい。剣持ってた気がするんだけどな。あ、回復。あ、まあ、行く必要ないわ。お、上にもいるのか。オッケー。あ、危ない危ない。君は不意打ちで行こう。いいね、いい仕事しますね。おいっ、さあ、5階。ああ、来た来た。あのでっかいのがいるからね。あのでっかいのは爆弾でもひるむぐらいしかなくて倒れないから厄介なんですわね。一匹ずつ行きた。一匹ずつ。君、おいで。そう、彼はね、一人で大丈夫だな。仲間を呼ばないのがいいところ。よし、検証も。よいしょ。やばい。やばい。やばい。しまった。めっちゃ減っとるやんか。まあいいでしょう。よし、お前はもう死んでいるモードね。でっかいの持ってるね。おお、スタミナあるね。やば。やばい、自分が燃える。まあこんな感じであれですよね、自分のプレイミスがちょっとでもあるとそれがこう積み重なっちゃう。お、焼き鳥、おりんご、もうすぐ食べとかないとやられちゃう。ああ、出た。まあもちろんね、このシチュエーションはあの子なんですけど、一応見つけたんだよね。これ。これがね、至るところに置いてあるんだよね。これを使った方が早く倒せるのかな。全然想像がつかない。どうやってやるんだろう。普通に投げてみるかな。あそこにも2個ぐらいあるね。あ、これは違うか。一回これで行ってみるか。ほい。おはようさん。ほっ。やっぱ全然食らわんない。おりゃ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 。いや、全然。うわっ、しまった、遊んでる場合じゃなかった。いきなりピンチ。やばい、一撃でやられる。
そうだよね。どうやって使うのこれ。これで何？登れと。よっ。やばい。こういう時は割とこっちの方がすっぱ、こっちの方が最高。やばい、震える。危ない。よっ、よいしょ。あっ、嘘。いや、今のでやられたんじゃないの。やばい。当たってちょうだい。え、何このフレは。しまった。投げても遠くに投げられないからね。もう自分が当たるよね。そうだよね。てか一発目よく当たらんかったなと思うけど、これどうやって使うの。もう一回、一回からいきます。そうだ、説明し忘れてましたが、これ途中でセーブできないんですよ。一回ポキ。まあそこの緊張感がいいですよね。まあ、一応なんかこうジョイでその何回か分かんないけど、そこでクリアしたら一旦そこで区切りはつけてほしいな。どれぐらいで飛ぼうかな。2回かな。と言いつつ4回叩いちゃった。おっ、うー、軌道はねいいんだけどね。よかったんかな。おはようございます。ちょっとまたおかしなこと考えちゃったな。まあ、頭が思いついちゃったね。でさ、ちょっととりあえず上行こう。これ置いてたらどうなの。あ、ダメージないじゃん。ということで普通に倒そう。結構あれパターンでずーっといけるんだけど。ちょっと待った、めっちゃフック4回なったから3回にしようか。回線でバットにしてすぐ始めちゃおう。いや、めちゃくちゃいい場所にあるよ。もったいないよこれ使うの。おお、めっちゃ減った。あー、あれ爆発してほしかったな。おお、腕も落ちたけどすぐ再生した。これ後ろに引くと結構やばいんだよね。はい、いった。やられる。よし、マジで上行ってって配色濃厚じゃん。よし、パターン入ったんじゃないこれ。よし、
しまった。まためっちゃ食らっちゃったよ。回復アイテムないしな。おお。そうか、岩ロック発撃破か。そう、ここで料理できるんですね。食べつける。はい。はい。なんか魚もいるんですよ。魚も。そうか、逃げられちゃう。消えるんだよ。逃げる場所ないのに消えちゃうんだよ。よし、こっから料理せえと。意外に重要っていうか、いるようになるかもしれない。巻き。外出先で、ちょっとした料理ぐらいはできるでしょう。もちろん肉はいらない。鎧。